こんにちは、ケイドラです。今日は超究極アイゼン宗介の自陣無課金攻略やっていこうと思います。まずはじめにいつも言ってるんですけども、自陣初歩キャラのみの編成なんで、編成難易度としては低いんですけども、攻略難易度はかなり高いです。まあ、結構苦戦が強いられる可能性があるんで、メダルアイテムを使ったりとか守護獣を使う、他にも、まあ、勝率を上げるために紋章を使ったりとか、英雄の章を使用することも視野に入れてやってほしいなと思います。結構サブ機でもタイムシフトをしまして、いろんな編成を触ったんですけども、結論無課金編成だとメタトロンワンパンが一番楽で勝率が高いと思います。なのでワンパン方法を紹介するんですけども、結構注意点がいろいろありますんで、その点もしっかり解説していこうと思います。あとは結構コメント欄でも多かった鬼門のバトルさんですね。そこの攻め方だったり、いろんなルートの動画を用意してあるんで、よかったらそちらも参考にしてみてください。ギミックとしましては、パワーアップウォールと敵が投下するパネルがあるんですよね。なので投下中の敵はパネルを踏むと現れるんですけども、逆に姿を現している敵はパネルを踏むと消えてしまいます。まあ基本的にこれの繰り返しですね。まあうまくこのパネルを利用しながらパワーアップウォールに3回触れて、敵の弱点を殴ってくださいよとなっております。ただマインスイーパーのキャラじゃないと全然火力にならないんで、現状無課金枠だとカタストロフィー以外は結構厳しいんじゃないかなと思います。では攻略動画見ていきましょう。まずバトル1からなんですけども、最初騎士が登場します。この騎士はカタストロフィーだと壁3触れでワンパン、地雷を持ってると壁2触れでワンパンすることができます。初手は角っこを狙ってあげると、こんな感じで壁3触れして左側の騎士を倒すことができます。次の 2P も同じように倒していくんですけども、まあ、結構ね、初期位置によってずれ方が変わるんで、そこは臨機応変に対応してもらったなと思います。はい。今回は2手で突破できたんですけども、もちろん3手で突破しても全然大丈夫です。はい。次、ゴーレムが登場するんですけども、このゴーレムは基本的には友情コンボでしか倒せません。なんで、このメタトロンの友情コンボを利用して倒していきます。次メタトロンなんですけども、メタトロンは必ず横間で上に上がりながら味方3体増えてください。 SS を短縮していきます。でこれで上配置ですね、できるだけ上に置いてください。はい。まあこっからは、まあ、地道に雑魚を減らしていくんですけども、できたら 3P で突破する方が次のステージメタトロンが2回動けるんでおすすめしております。はい。まあ、この騎士は基本的には殴りで倒してください。地雷持ってると壁に触れて倒せるんですけども、ここはターン調整してますね。はい。まあ、次のカタストロフィーも地雷しっかり持ってるんで壁に触れて倒しに行きます。パネルを2回踏んでですね、こんな感じで処理します。次、まあ、肝のバトルさんなんですけども、これは後ほど詳しくいろんな動画を紹介していこうと思います。まずはね、流しで見ていきましょう。上に置いてあるんでこんな感じでルートが結構取りやすいんですよね。壁さん触れして弱点を狙っていきます。まあ、一回でも壁さん触れ弱点を殴ることができれば結構削れるんですけども、2ターンに1回かな、ボス回復してくるんで、これが結構厄介なんですよね。回復量も結構多いんで、なんか削ってもね、削りきれないっていうパターンが結構あります。はい。でこんな感じで2手で突破できました。私の体に傷をつけたことが嬉しいか、思い上がるなよ人間が。すごい演出かっこいいですね。はい。でまずパネルがね、これブロック内に2つで、ブロック外に1つあるんですけども、ここはゲージを外してあげると雑魚処理が非常にしやすくなるんで、カタストロフィーはあえてゲージを外してメタトロンに当たりに行きます。はい。次は 3P かな。 3P の位置的にはちょっとねパネルが踏みそうだったんですけども、まあ2回踏めばねしっかり投下も解けるんで、必ず雑魚処理からしていきましょう。先ほど 1P で抜けたんで、まだ即死ターンがね結構余裕があるんですけども、メタトロンの SS を打つ場合は必ず2段階かつボスが投下してる方が狙いやすいんですよね。なんでここはボス投下してないんでまだ狙わないし、まあ SS も溜まってないんですよね。はい。
なんで一旦ちょっと待つという形ですね。はい、で今のもね一応狙ってたんですけども失敗しました。結構ねこういう V 字だったりなんかくの字を描くようなルートがダメージを稼ぎやすいんですけども、これもねこの逆 V 字ですね描いていくんですけども、まあ、コースは合ってるんですけども角度がちょっと間違ってるんで弱点殴れずという感じです。まあ、基本的にはこういう感じで狙ってください。で次の 2P はちょっと位置的に難しかったんですけども、これは成功したかな。まあ、くるっと回って弱点を狙っていくんですけども、まあ、毎度毎度こんなショットね成功するとは限らないんで、まあ本当に難しいですよね。壁さん触れしてから弱点ですね。はい、で次 3P なんですけども、まあメタトロンがワンパンしたいんでここはね敵を投下させます、わざとなんですけども、メタトロンがねこれパネル乗ってるんですよ。すごい位置が悪いんで本当はずらしたかったんですけども、ちょっとこれずらせないんですよ。まあ横感したんですけども、下に下がればいいなって感じだったんですけども下がらなかったですね。うん、なんなら乗っちゃった感じがするんで、はい、でこのラストのビクビクしてる即死攻撃の前は移動してくるんですね。一応移動してくるんでちょっとルートが難しくなるんですけども、まあ、乗っちゃってるんで、まあ、こういう場合は基本的には弱点左っていうところなんで縦勘で軽く右にずれてから、まあ、最終的に左のパネルを踏んで弱点を狙うという形ですね。はい、それを狙っていきます。まあ、弱点も結構飛び出てるんで、まあ、サイズも大きいですからね。こんな感じでワンパンすることができました。はい、まあ、これがワンパンのパターン1なんですけども、他にもねいろんなルートがあるんでね紹介していこうかなと思います。こちらはツイッターに上げたものなんですけども、まあ、ルートとしてはこれ先ほどと同じように横間で下がっていってから上に上がる、そして弱点を殴るっていうこともできるんですよ。なんですけどもその時まだこれに気づいてなくて普通に下壁行ってから3フレを狙っていきます。では見ていきましょう。まあ、やっぱりボス投下してあるんでこういうルートも取りやすいですし、まあ、基本的にはねメタトロンの SS の前は必ずボスを投下させましょう。まあ、他のルートを紹介すると、まあ、こんな感じでいろいろあるんですけども、まあ、この場合また乗ってるんですよね。なんで先ほどと同じように一回右にずれて右の壁を触れてから左の弱点でワンパンするという形ですね。この位置だとちょっと難しいし足が垂れるかわからないんですけども、同じように先に下に下っていって上のパネルを踏んでから弱点を殴るっていうコースも取れます。もちろん他にもいろんなコースあるんですけども、安牌なコースはそういう薄い角度で行く方がいいかなと思います。この動画は1段階目の SS なんですけども、紋章ついていないメタトロンの2段階目の SS と、まあ、ほぼ一緒ぐらいの火力が出るかなと思います。はい、まあ、大体6000万だったり7000万ぐらいが出ます。まあ、ワンパンできないんですけども一応次がラスゲに変わります。ただここがめちゃめちゃむずいんですよね。ボスに結構ねプレイしたんですけども本当にむずくて、まあ、弱点運にも左右されますし、とりあえずなんかわけわからんルートで弱点殴らないといけないんでそれが本当にむずいです。しかもボス本当にもうめちゃめちゃ HP も回復するんで正直ここやりたくないんですよね。まあ、1回でも弱点をしっかり殴らないともうすぐ回復で追いつかれちゃうし、即死もね5ターンなんでもうターン数全然足りないんですよ。まあ、特に無課金だともう火力なくてマジでカタストロフィーでなんかもうファインプレイしないと倒せないんですけども、まあ、弱点外だとこんな感じですね。全然削れません。でめっちゃ HP 回復するんでもう超ピンチになるんですよ。まあこれが弱点上だったらこれができないし、まあ、今回運よく弱点殴れたんですけども、もちろん上だったら殴れてませんよね。まあ、次も弱点上に行きまして、まあ、同じように投下させてから狙っていくんですけども、確か真ん中増えてないですね。これ増えてないんで2壁弱で倒すことができました。まあこれ本当に運が良かっただけなんですけども、極力ボスにはやりたくないんでできたらボス1ワンパンしてほしいなと思います。先ほど言ってましたわけわからんルートなんですけども、まずこれ反転食らってますね。で、まず敵を投下させてから壁3フレして弱点を殴ります。まあ、こんなものね、毎度毎度狙えないんで、めちゃめちゃ難しいし、まあ、結構 HP ボス回復してきたんで、
だいぶきついですよね。まあ、こっからまた地道に削っていくんですけど、これ何反射見なあかんねんって感じでね、本当に難しいんですよ。もっとジグザグ行けばルートは一応あるんですけども、めっちゃ難しいんですよね。なんでまあ安牌にこういう風にワンチャンス狙っていく方が一番まあ削りやすいかなと思うんですけど、ただまあ弱点殴れることは結構難しいんで、まあ本当にボスにはね、個人的にはやりたくないなと思います。ではここからバトルさんのルートを紹介していくんですけども、ルートを紹介する前に基本情報としましては、極力ボスは透過させた状態にしてください。ボスが現れちゃうと結構攻めにくいです。なんでこれが今いい状態なんですよ。ボスが透過してるんでいいんですけども、ボスが現れちゃったら一旦あえて捨ててボスを透過させるっていうターンを作ってもいいかなと思います。で、今のようにうまくこのパネルと上のウォールの隙間を狙ってしまうとすり抜けるんですよね。なんでこの隙間も結構難しいかなと思うんですけども、うまく狙いすぎてもダメなんですよ。なんでちょっとずらさないといけないんですよね。はい、まあ、こんな感じでたくさんね、壁反射を読まないといけないんで難しいんですけども、意外とボスの頭の判定はちっちゃいんで、まあ弱点が左右にあると思うんですけども、大体そのあたり狙ってもらえれば判定は掴みやすいかなと思います。はい、まあこんな感じですね。では他のルート見ていきましょう。角っこにいると結構ルートが難しいんですけど、これはラッキーだったかな。一応上を狙いまして、弱点に触れることに成功しました。で、これが良くない状態ですね。ボスが現れてるんで、この状態だと結構攻めにくいんですけども、これはまあちょっと狙いましたね。貫通タイプなんでね、いけるかなと思ってやったんですけども、まあ、反射でも変わらないか。はい、これで成功しました。まあ、基本的にはボス投下させる方がいいかなと思います。まだまだルートあるんで見ていきましょう。まあ、こんな感じでバトル2を突破するときはキャラを上に固めております。はい、弱点が左なんで、こんな感じで上をしっかり拾ってから弱点を貫きます。で、これ下のパネル踏めなかったのでボスがね、投下解けちゃったんですけども、こういうときはまあターン調整で、まあ、ターン数にも結構余裕があるんで、HP はあえて1個だけパネルを踏みに行きます。まあ、こういう動きをしてあげると 2P がね、すごく攻めやすいんですけども、まあ、ゲージを外してターン調整をしました。まあしっかりボスも HP 回復してきますね。で、ここはしっかり反射を読んで、まあさっきのメタと一緒ぐらいの角度でいきます。はい、まあこんな感じで突破ができましたと。では最後のルート見ていきましょう。まず最初はメタトロンスタートですね。右壁から噛んでいきまして、弱点を殴っていきます。まあこれ次に左に来たら狙いやすいんですけども、右に来ちゃったので、こんな感じでちょっと狙ってるんですけど、これはまあ失敗ですね。まあ一応今のは左壁から普通に狙えたと思うんですけども、ちょっとカッコつけてました。はい、で、ここも同じようにぐるっと回って狙っていきます。これは成功しましたね。はい、まあ、こんな感じでいろんなルートがあるかなと思います。以上ですね、いろいろ紹介していったんですけども、まあ、やっぱりボス2がめちゃめちゃ難しいし、ラスゲもね難しいんで、特に無課金編成だとメタトロンワンパンが一番手っ取り早くて勝率も高いと思いますんで、これをかなりおすすめしております。よかったらね、参考になったよとかあれば高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。それではバイバイ。